食で今日は大阪鶴橋の冷麺をいただきたいと思います。徳山冷麺ですね。生麺でこれはうまいと思うよ。前一度ね、鶴橋で冷麺食べたんだけど、すごい美味しかった思いが残ってるのね。それではいただきます。冷やし中華とはまた違った感触ですね。うん、うまいです。あとオクラとズッキー食べます。オクラ、うん、うまい。何なのさ、ちょっとラー油をいじめます。あ、これはいいな。うん、ラー油足した方がうまくなった。ごめん、ちょっと暑い。うるさいかな。大丈夫だよ。さっきまでね、雷と雨がすごかったんだけど、今収まりましたね。この前の動画で花火がバンバン打ち上がってたんですけど、あれ見てね、思い出したことが一つあって、ちょっと喋ろうかなと思ってるんですよ。小学校の頃ね、小学5年生か、某都道府県に住んでまして、まあ、漁師町なんでね、にぎやかなところだったんですけど、寝る前にトイレ行こうと思ってトイレ入ったら、この間の花火みたいにバンバンバーンって音が聞こえたんですね。あれ花火かなーとか思ったんだけど、2、3発聞こえて終わったところ、なんだこれと思って寝たんですよ。そしたら次の日の新聞に、あるおじさんが散弾銃をね、断射してたらしくて、ほんと花火みたいなことでバーンバーンって、なんで散弾銃ぶっ放したのかわからんけど、まあその人は捕まったみたいですけどね。ごま油、これもかけてみようかな。あんまりいい、ごまの風味が増えてかな。うん、これはいい。あ、そうだ、散弾銃といえば、
中学生の頃から仲間と騒いでたんですよ。そしたらボロボロの家からおっさんが飛び出してきて、三男君をねこっち向けて、うるせえお前だって言うんですよ。三男君向けたなんてもうビビりましたね。そこ逃げましたよ。どんなところに住んでるのかなっていう話なんですけど、近況で言えば何があったかというと、梅雨ぐらいにかな、ゴーヤの種をまいたんですよ。そしたらね、すごい繁殖してゴーヤの実がなって、もう収穫に入れるんですけど、なんか聞いた話によると、ゴーヤは緑ですよね。それが熟すと黄色になるらしいんですよ。黄色になるとね、苦味が抜けて美味しいらしいんで、種も食べれるみたいなんでね、ちょっと収穫作業をしたいなとは思ってるんですけどもね。この間車で走ってたらね、道の真ん中にこのぐらいの亀、超でかいの、のしのし歩いててね、踏んづけるわけにいかないし、なんとか避けて通ったんですけど、こっち田舎だからね、道路に亀がいっぱい出てくるんですよ。本当に野生の王国だなって感じ。あんがこれ、お腹にたまるわ。まあ、2人前なんだけどね。この間、生体麻痺の関係で病院行って、ここにね、注射までブスッとさせて、ヒアルロン酸を注入してきたんですよ。それまでは息が続かなくて、会話もね、なかなかできなかったんだけど、さすがにね、治療してもらうと、まあ、聞きにくいんだけど、声が続くようになりましたね。ちょっと前までは、もう単語単語で、ね、会話してたんで、長く喋れないんですよ。もう単語。単語、単語って感じだったんですけどね。まあでもこれの効果も3ヶ月ほどなんで、また行かなきゃダメなんですけどね。だいぶ楽になりましたね、喋るのもね。
まあ、その病院、音声会社なんですけども、患者さんにね、男の人で、もうアナウンサーみたいな綺麗な声で喋る人が、診察に来てたんですよ。なんで声っていうのに来てるのかなと思ったんですけどね。すごいいい声してるんですよね。もしかしたらそういう仕事して、ケアするために変えてるのかなとか思ってましたんですけどね。考えたらね、もし俺が声の仕事ね、アナウンサーとか声優ね、そんな仕事、まあ歌手もそうなんだけど、してたら、もうどうにもできないしね、こんな声ではね、その点はまあ助かったなとは思うんですけどね。美味しかったんだ。冷やし中華といい、冷麺といい。やっぱこれ夏のもんですからね。今日なんかでもすごく暑かったけど、こういうの食べるとね、やっぱさっぱりしますね。なんか本当に声を出しやすくなって、自分的にはいい感じなんですけどね。まだまだ、まあ、ダメな部分もあるんですけど、頑張っていきたいと思います。それでは、今回は冷麺でした。またお会いしましょう。ごちそうさまでした。